こんにちは、しゅんです。今回は大人のなぞなぞやっていこうかなと思います。私なぞなぞはね結構やったことあるけど、大人のなぞなぞやったことないね。なんだ大人のなぞなぞって、結構ダンディーなのかな。クエスチョン1、ジャイコ、カスミ、ミサイがいます、レディーファーストを指すべき人は誰でしょうみたいな。んでもない。黒い犬、白い犬、赤い犬、茶色い犬、黄色い犬のうち一番おとなしい犬はどれでしょう。別にダンディーさはないね。難易度2、これが難しいのかよくわかんない。英語にしてみる。ブラックドッグ、ホワイトドッグ、レッドドッグ、茶色いドッグ、イエロードッグのうち一番おとなしい犬、おとなしい犬、おとなしい犬、わかんねえ。待って、普通のただのクイズじゃん。わかんねえな。おとなしい犬でしょ。サイレントドッグ、わかんねえ。これ英語にすんの結構大切じゃない。英語っていうか言い換えが割と謎謎において。いや、ヒント見ます。私5ポイント、私も70ポイントなんだ。おとなしいを別の言い方にしましょう。いや、私もそう思った。静か、静か、源、静か、おとなしい、静か。皆さん、私答え見ます。答え見ます。答えは黒い犬です。黒プラス犬は黙るという感じ。うわ、黒い犬はむず、黙るという感じになるので、おとなしい犬は黒、うわ、なるほど。いや、でも私もうこれで分かったわ。みんなクエスチョンに行きます。傾向と対策掴んで、もうヒント見ない。今日は取れたてのお米に、取れたての栗をたっぷり入れて炊きました。それは何ご飯でしょう。いや、栗ご飯でしょう。いや、栗ご飯だよね。は？わかんねえ。今日は取れたてのお米に、取れたての栗をたっぷり入れて炊きました。これ、うわ、わかんねえ。いや、そうだよね。普通に栗ご飯のわけがないよね。うわ、答えみたい。いや、わかんねえ。答え見ます、私。これだけ見る。もう後から見ない、絶対に。答えは朝ご飯です。朝食時間何を使って、うるせえ。なんだよ、これ。なるほどね。朝食の時間で何を作っても OK。いや、大人のなぞなぞって言われて、ちょっとだけなんか、あれだよね。ネクラだ、ネクラ。2匹のツバメが喧嘩をしています。喧嘩をした後に残されているものは何でしょう。考える、私、考えます。いや、これさ、大人のなぞなぞじゃん。前テレビでやってたのが、なんか夜のをつけると、ちょっとね、なんでも若干エッチになるみたいなあったね。例えば、スマブラ？夜のスマブラとか、マリオメーカーとか。夜のマリオメ。いや、私これ分かったんじゃないかな。2匹のツバメが喧嘩をしています。喧嘩をした後に残されているものは何でしょう。爪じゃね。いや、これ喧嘩ってバトルって言うじゃん。なんで喧嘩バトルをした後に残されているものをバトル、だからツバメからバを取るんだよね。なんで爪じゃね。答えは爪です。喧嘩バを取るって、これ書き換え置き換えだ。お、成功するとポイントもらえるんだ。うわ、豚が離婚するときに食べるお菓子は何でしょう。ポーク、ポーク、離婚、離婚、離婚するときに食べるお菓子は何でしょう。豚だから、ポークが離婚するときに食べるお菓子は何でしょう。豚が離婚、豚が離婚、豚が離婚、トンが離婚、トンが離婚、トンが離婚。すいません、答え見ました。とんがりコーン。いや、これ結構納得だったな。でも私、朝食のやつ結構好きだったわ。これは何ご飯でしょう。朝食でミスみたいな。チーズ、ハム、サラミ、卵の中で一つだけ新製品があります。一体どれでしょう。いや、これも置き換えなんだろうね。チーズ、ハム、サラミ、卵の中で一つだけ新製品、新商品、乳製品。いや、この中で乳製品チーズだよね。いや、私初めて答えもヒントも見ないで分かった。チーズでいきます。いや、嬉しい。これね、答え見ないで分かった時の嬉しさすごいわ。6問目にして初めて答え見ないで分かった。いや、超嬉しい。本を読みながら本のページ数を1枚2枚と数えていくとき、最後のページは何枚になるでしょう。本を読みながら本のページ数を1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚数えていき、最後のページは何枚になるでしょう。いや、これもすげえ引っ掛けなんだろうね。引っ掛けっていうか、あるんだろうね。最後のページは何枚？おしまい、おしまい。やばい、来てる来てる。おしまいでいきます。やばい。ゾーン入った、ここで。やばい、超楽しい、これ。わかると超楽しい。これってね、全部で100問あるらしいんだよね。いや、私来てる。8問目。いや、これ難易度2から変わんないね。いや、難易度3来てほしいね。なんて読むのこれ。海苔と牛乳、思わず買いたくなるのはどっち。買いたい、ウォント、ウォントバイ、ウォントバイ、思わずふと買いたくなる、買いたくなる。いや、これは行きたい。海苔、牛乳、海苔、牛乳、海苔、海苔に乗って買いたくなる。違う、絶対違う。海苔に乗って海苔を買いたくなる。ちょっと待って、富士出ちゃった。いや、でもさ、これさ、
2分の1だよね。海苔に乗って買いたくなる海苔でいくわ。海苔でいきます。答えは海苔です。思わず海藻になるのは海苔の、え、どういうこと？思わず、あ、海藻ね。海藻は海苔。いや、でも合ってるから、みんな結果だから。お、来た、レベル3。これやって終わるわ今日。レベル3難しいんじゃない。車の通行の多い交差点で発生する街の名前は何でしょう。秋田小町、秋田形状、わかんない。車の通行の多い子、渋滞？渋滞町なんてないもんね。発生する町。これ、なんとか町、なんとか町で終わんじゃないかな。渋滞町？いや、ヒント見る。いや、レベル3だから許してほしい。なんだ？交差点に必ずある信号？信号。交差点に信号あるよね、交差点に。信号。うわ、わかった。信号待ちじゃない？信号で待つ信号待ちだ。うわ、これは溜まってるわ。信号待ち行きます。うわ、これワンチャンいけたね。そんなね、レベル3も、レベル2も、正直、いや、レベル100知りたいね。レベル100だけ知りたいんで、レベル100はやった人、ツイッターのリプでお願いしたい。これ全部一気にいけないのかな？課金でいけないのかな？レベル10やって終わるわ。100もまだあるからね。レベル100とか星5とありそうじゃない？うちわはいいけど、センスは持ち込み禁止の乗り物はダメ、なんでしょうか？センスは持ち込み禁止。うちわはいい。うちわ OK。うちわ OK。うちわ OK。自分ち違うな。あ、潜水艦ね。